バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。月曜日定位でしたね。火曜日の朝、高めのヒール履いて。水曜日、濃いめのファンデーション。ビューラーをしてしっかりマスカラ。FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのヨーコです。今夜のバニラスカイ、もううちの姫をね、後ほどゲストにお迎えしましてお届けしたいと思います。最後まで今夜もイチャイチャお付き合いください。よろしくお願いいたします。早速ですが、今夜はですね、もう今週鹿児島暑すぎました。きっと沖縄はね、大変なことになっていたでしょうね。暑いですね。なので夏曲ライブではね、よくタオルフリフリしてね、みんなで盛り上がっているんですけれども、陽子もね、恋してルンルンっていうのをね、ちっちゃい子たちに伝えられたらいいなと思って発信しました。ラブという曲をお届けしたいと思います。それではお聴きください。ヨーコでラブ。
お届けしました曲はヨーコでラブでした。まあまだね春でね皆さんご卒業おめでとうございますというシーズンなんですけれども、新井由美さんとかね、まあ、ユーミンのね卒業写真も、あ卒業式だなって感じなんですけれども、桜綺麗だな、春のお別れだなとかね、春のまた出発だなみたいな感じの前にだいぶ半袖でね、もうバーベキューしたいな、冷たいビール飲みたいなみたいな1週間になっておりますが、こういう1週間でしたがいかがお過ごしでしたか。しのんさん、こんばんは。こんばんは。暑いね。暑いです。夏です。夏だね。はい、もうすっかりビールの季節ですね。うんうんうん。よかった。うんってなって飲んじゃいけませんよ。だけどかき氷はねお腹壊さない程度に食べたい。そんな感じでございますが、はい、あのね今夜はやっとメッセージいただきましたよ。読みたいと思います。ヨーコさん、スタッフの皆さん、こんばんは。今年になって初めてお便りします。あなたのカズさんです。1月からずっと体調がいまいちでお便りしたいんだけど、しんどかったのでできないでいました。寒さや仕事が忙しかったりでちょっと無理したのか、持病の腰痛が悪化して家事もままならぬ日々が続いていましたが、少しずつ元に戻りつつあります。そういう中でお二人の仲のいいほのぼのとしたおしゃべりが毎週楽しみでしたよ。コロナ禍でなかなか会えない県外の娘も帰ってきてくれて、いろいろ助けてもらいました。感染対策バッチリでずっとマスクして、食事は別々、ホテルに宿泊と気を使わせてしまったけど、おかげさまで家事も任せてゆっくりできたので思いのほか早く良くなってきてるみたいです。息子や主人も家事を助けてもらって、というかいろいろ教えながらやってもらえるようになったので、これからは一人で無理せずに手伝ってもらうようにしようと思います。母親が倒れると本当に家の中が回らないので困りますよね。自分にとっても家族にとっても生活を見直すいい機会になりました。そして感謝の気持ちを忘れないでいなきゃいけないと思いました。春もすぐそこに来ていますね。早く歩けるようになってあちこち出歩きたいので、これからも無理せずに頑張ります。そこで今回のリクエストは、私を元気にしてくれる Can't Stop My Heart をお願いします。これからもラブラブ星のトークを楽しみにしています。お二人とも体調に気をつけてお過ごしくださいね。ではごきげんよう。あなたのカズさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ラブラブ星ですって嬉しいですね。何それ。もうちょっと喜んでよ。いや嬉しいですね。嬉しいですね。意外とね、あのうちの子反抗期ないわけですよ、うんうん、なんかさ、たまに私がこう叱るじゃない、叱った時にさ、うん、イラってするじゃん。もちろんします。うん、するよね。言わなくても分かってるよって顔に書いてるよね。はい。だけどたまにさ、それでも、あ、自分が悪いなって飲み込んで、うん、切り替える時もあるじゃん。偉いですよね。偉い偉い偉い。それね、全国の反抗期真っただ中の、ね、子供たち、もしくは大人たち、教えてあげた。賢いよ。人生得してる。得してる。私ね、昔の、私も反抗してないって、イラってしても、うんうんうん、笑顔。そう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 、切り替えてるからね。はい、大事。こうだなと思って、大事。そうで、私がさ、その反抗期があるくらいの時にね、うちの母は、私も一つ下の弟も反抗はなかったって、へー、10個下の弟は反抗期はあったけどねっていう話をするんだけど、でもね、しのに比べるとあったよ。反抗ちゃんとしてたと思う。いやなこと言われたらムスッとムスムスしてますましたりするしね。いやでもね、偉いと思うよ。へっていや、ま、音もこうやって仲いいんですけど、うん、あの先輩から、卒業した先輩から手紙をもらったんです、うんうん、そしたら、あの最後らへんに、お母さんを大切にしてくださいねって書いてて、うん、そう、だいぶ氏のマザコン説がね、うん、で、あのお母さんは、まあ、私のために
になんかいろいろしてくれるみたいな感じで書いてあって、うんうんうん、おおね、そうだなと改めて、まあさ子供たちの部活をさ応援するの楽しいんですね。送り迎えとか準備とか、うんうん、でちょっと残って練習の時とか軽食作ったりね。私は一人しか子供いないから、うん、でまあ家族も二人なんで、先週言いましたよね、あの PTA の保護者会の会長になった時に皆さんの子供たちで子育て楽しませてくださいって部活で言ったんですっていう話したけど、はいはい、とにかく私はさもう仕事してるか家にいるかっていう人間なので、もう家のことをするのが好きなんだよね、こう見えてね、うん、最近しのに意外とさママって家庭的だよねって褒められたお嬉しいなと思って見た目と違ってって感じ、必ずしも金髪だからっつってね、そうそう派手な格好して歌ってるからって言ってね、そうそうそう、毎回 Uber Eats じゃないからですね毎回外食してたらどんなことになるのっていうね、うん、むしろ外食が苦手な人間だったのね確かに逆にこうコロナになってから、コロナが広まってみんなが大変になってから外食っていうかね、あのテイクアウトをしたりとかさ、うんうん、そういうことをし始めましたね、うんうん、家にいる時っていうかもう仕事で忙しくて家開けることが多い時ほど作ってとかがね多かったですね、うんうん、お弁当もあんま好きじゃないしね、うんうん、ちょっと話はだいぶそれましたけれども、はい、まあ、そんな感じでね、まあ、反抗期真っただ中の中学校2年生のはずなんですけれども、まあ、お互い協力し合ってね、はい、うん、なんかいろいろと理解し合って分かり合って、まあ、親子関係築いてますよね、まあ、なのでマザコンですね。いやはい、はいね、とにかくカズさん良かったですね、ちょっと回復されてね、メッセージ嬉しいです、ありがとうございます、ありがとうございます、すごい待ってました、待ってましたねまた来週もお願いします、お願いします。皆さんがね大事な方に支えられて大変な時期を乗り越えてらっしゃるっていうメッセージを聞いてね、ああよかったなってプツッとこう糸が切れてしまった時に人って一人だなって思うことがあると思うんですけれども、私はねおかげさまでね、あ一人じゃないって思えることが多々あります。帰れる場所があるなとか、この人の中に私の居場所があるな、愛してもらえてありがたいなと、逆に自分がそうたとえ思えなくなったとしてもね、私の中にあなたの居場所はあるわよと思ってね家族と生活しているので、ある意味ね自分が寂しくなっても相手を思うことで寂しくならないというかね、そういう日々に感謝だなってねちょっとつくづく最近思うことがあるので、カズさんのメッセージもねちょっといろんな意味でね、あそっかよかったなって思いましたね。ね、ね、はい、はい、それではリクエストいただきました。もうこのね日差しが眩しくてドライブ楽しい季節にぴったりのナンバー、陽子で Can't Stop My Heart、 お聴きください。差し
いただきました曲はヨーコで Can't Stop My Heart でした。ふんってすいません心の声がで、そう、なんかいいよね、暑い時期になるとこの曲映えますね。もう小学校の時すっごい歌ってました。月曜日それなんかガールズフォーエバーだって、まあ、なんかあのボケたかったんでしょ。ボケたかったんだろうけど、もう皆さん何言ってんだこの子ってなりますから。Can't stop my heart to go って今流れたばっかりですよね。なるかと。はい、このような感じで毎週楽しくお届けしていますバニラスカイ。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com、797@fmginowan.com、 バニラスカイ宛てにお願いいたします。お願いいたします。実はですね、先月バレンタイン、陽子はお世話になっている方々にね、押し売りチョコレートをしまして、いつもありがとうって言ってね、なかなかね忙しいとこう感謝を伝える間がなくてですね、申し訳ないなと思ってるんですけれども、でもチョコレートもね全てお渡しできてないですよ。そうだから、あの今度このお仕事の時に持ってきますねって言ってお約束してるのとかもあって、うん、なんですけれども、あっという間にホワイトデーが来てしまいまして、そしたら13日から毎日ね、いろんな形でねありがとうってホワイトデーいただいて、うん、私ホワイトデーが欲しくてバレンタインデー送ってないのね。もうすごい言葉悪いんだけど、そういうものですよね、うん、本当にね、なんか自分が送って満足っていうバレンタインで、うん、皆さんのこと大好きだよって勝手にね思って納得しちゃってたのに、うん、皆さんがありがとう大好きだよって返してくださるのがね、うん、幸せ、うん、ね、うん、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。愛してくれてありがとう。ありがとうございます。そんな毎日でございます。はい、でね、最近新しい曲の歌詞を書きまして、あらま、それがね、私の母親的なね気持ちを反映させた歌詞なんですけれども、母ちゃん、母さん、そうそう、あなたね、よく母ちゃん、母ちゃん言いますからね。どうぞどうぞどうぞ。母ちゃんとしての陽子が皆さんのことを思ってね書いた曲になればなと思って、そう、まあ、ギター弾けないのにギターはこんな感じでとか、そう、あのちょっとね、なんか曲はねわわわってアレンジもこんな感じみたいなのあるんですけれども、楽しみにしてもらえたら嬉しいです。こうやってね言うことによってね、また新曲たち発信していくんですけど、ただね、この新曲は皆さんの元に届くのはだいぶ遅いです。なんでかって言ったら、先にカバーアルバムを作ろうと思いますから。そうなのよ、
なのでカバーアルバムをね、今年の夏、まあ秋ぐらいまでにはね、皆さんの手に届くようにと思って動いてますから、夏はちょっと早いですね。クラウドファンディングもスタートさせようと思ってますのでね、ぜひ5月以降かな、お力添えいただけると嬉しいなと思います。今年の夏は難しいでしょうけど、沖縄行きたいね。行きたい。またあそこに行きたいな、バータグに行きたいですね。ねえ、はい、あけみさん的元気ですかね。そしていろんなところで歌いたいなと思ってますんでね、沖縄の大きなねホールとかでいつの日か歌えたらなと思いながらね、はい、またあのユイレール乗りたいですね。めっちゃ楽しかったです。楽しかったよね。あとさ、ビキニ着て海行きたい。年関係は35歳になるけどビキニやめよう。誰が？あんちゃん。私？うん、まあね、痩せてるけどね。痩せるっていうのもさ、体を鍛えなさいっていう意味なんじゃないそれ。うん、そう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 、そう、あの腹筋は、まあ歌えば腹筋は割れるんですけど、お尻がねプリプリしてるよとか、うん、二の腕ちょっとねとか、寝てるって、うん、そうそう。いいじゃないの別に。いいよ。いいのよ、うん、出そう。でもさ、日が照ってる時は着れないじゃん、ビキニ。あ、ね、仕事から日焼けしちゃよくないので、うん、夕方にサンセットが綺麗な時にさって脱いで、だからそこ15分ぐらいのもんじゃん。もうそれまではほっかむりしてサングラスして、あれ誰危ない人みたいな格好をして海で遊んでるのでね、見かけたらぜひ声かけてください。お願いします。ヨーコがね、あの沖縄行く頃には鹿児島や他の県外の方もね、一緒にツアー組んで行けるような世の中になってたらいいですね、うん、みんなで沖縄旅行来たぜみたいなね、うん、それこそピンチヒッターでお世話になってるマックスタイルのマックさんがさ、うん、沖縄行きたいなんくるないさー言うて楽しんでらっしゃったからね、一緒に行きたいんですよね、マックスタイルとね。楽しみだな、はい、ぜひ皆さんそういう日を夢見て、今日もそして明日からもハッピーに過ごしていきましょう。今夜最後にお届けしている曲はシノも大好きな曲です。ロックナンバーの横でフリーダム、フリーダムお聴きいただいております。それでは今週1週間も皆さんめちゃくちゃハッピーで過ごしてくださいね。いいですか？はい、いい返事です。それでは来週もお付き合いくださいね。今週1週間も皆さんにとってハッピー、そしてピースフルでありますように。せーの、バイバイハッピー。